不思議大百科の時間がやってまいりました。まあ今日もね、僕興味津々ですね。めちゃくちゃ深掘りしたいっていうね方が、今日来ていただいたんでご紹介いたします。本日のゲストはこの方です。はい、株式会社勝ちモードの児玉和俊です。よろしくお願いします。よし、ありがとうございます。よし、もうマジで嬉しくて、はい、本当にありがとうございます。来ていただいて、はい、暑い中ね、はい、ありがとうございますで、暑いですね。そうそう、で一応ね、まあ、ご存じない方もおられるかもしれないので、はい、一応ご紹介したいと思っていて、まあ、勝ちモードさんって言ったら今一番ホットで行くとこれなんですよね。三茶のポルターガイストっていう、まあ、映画がね出ましてですね、でその中で児玉さん出てらっしゃいますよね。そうですね、大学教授 の、はい、あの助手役というか助手として現場に参加してたの で、ね、これ中って見せていいんですか。あ、大丈夫ですね。まあまあ、はい、こんな感じにね、児玉さんがこう出てらっしゃったりとかを、ね、してますけれども、まあ、あので児玉さんはこの株式会社勝ちモードという仕事、まあ、あの代表取締役ですよね、されていて、で勝ちモードがどんな会社なのかっていうのは僕よりももうご本人の方がいいと思うんで、どんな会社ですか。はい、お化け調査をしている会社です。うん、ぶっ飛んでます本当にぶっ飛んでますね需要あるんすか。まあ、お化け調査って言っても、はい、今まで15年間賃貸不動産の管理会社で働いてたんで、はい、あのその経験をもとにですね、その部屋が、まあ、死亡事故があった部屋なんですけれども、うん、部屋として機能は問題ないっていうことを調査して、うん、あとはその延長線上で、はい、あの気持ち悪くないよっていうことも自分で泊まり込んで証明するっていう会社なので、意外とオーナーさんからあのお問い合わせいただいてるっていう。やっぱオーナーさんも気になるんですね。気になるし、結局あの家賃を目減りさせて募集しないと事故物件ってお客さんを呼べないので、その家賃のその目減り分っていうのがもう建物そのものの価値を放り投げてる状態なんで、なんとか相場に戻したいと。そうだってオーナーさんからしたらね、収入ガーンって減ったらかわいそうですもんね。そうですね、たまたま貸した人がそういうことになってしまったっていう、あのオーナーさんもある意味被害者なので。そうそうそう、いや被害者やわ確かに、はい、でそれを、まあ、要は行ってなんかサーモグラフィーとかいろいろ使うんですよね。はい、8時間まずは、はい、夜の10時から朝の6時までの8時間、はい、映像を撮って音声撮って、うん、電磁波測って、電磁波も測る、はい、あとは室温だとか湿度とか大気圧、はいはい、でサーモグラフィーを測って、はい、最後騒音調査。騒音調査、はい、ほうほうほう、音が鳴るんです。え、ちょっと待って、あの建物ってえ、あのやなりって例えば言うんですけど、こうパキパキポキポキとか、あの家ってやっぱり人が住んでると、例えば共同住宅であれば横の人上の人っていうのがいるんで、いろいろこう生活音が鳴るんですけど、戸建てでもそういうやなりっていう音が鳴ったりするんですけど、気持ち悪いことが起きた部屋だっていう風な感覚で住んでると、その音が異常な音に聞こえたりするんですよね。要はいわゆるラップ音だって思い込んだりとかってね、はい、なのでそういうのは事前にあるんですよっていうのを証明するために騒音とかも測ってると。これはもうオカルト潰しの児玉が来ましたよ皆さんあのただですね、あら、こんな機材使って何もないです、はい、安心してくださいっていうふうに証明したがっているにもかかわらず、ええ、ただ勝ちモードって実は裏の目的が一個あって。裏の目的、はい、あのお化けを見つけてコミュニケーションを取ろうっていうのがですねさすが、さすが、どうせ調べるんだったら何もない、うん、その逆パターンもあるよねっていうことで、表向きの目的は何もないことを証明するんですけど、裏はお化けいるんだったら見つけてしまおうよっていう。さすが、いや実は僕はその児玉さんとですね、あのこの前お話しさせていただいて、めっちゃ好きだなこの人と思ったのが、あのお化けがいないんだとかじゃなくて、いたらいいなって多分思ってると思うんですよ、はい、でオカルトもね好きだと思うんですよ。で好きだからこそ怪しいやつは一回省こうみたいな、だその感じが僕すごいして、でまさにそういうことをやってることだよね。そうですね、ははは、はい、今言った思い込みとか勘違いを一回省いて、マジのガチのやつを探すという、そうです、ことをやってると。はい、あるんですか。バッチリ見たことは実際はまだ会社始めて今1年半ちょっとなんですけど、はい、まだ見てはいないんですけど、はい、ただこれまで15年間賃貸の不動産の管理会社で働いて、はい、でまあ1年半って、まあ、今17年ぐらいやってるわけなんですけど、うん、怪しい部屋っていうのはやっぱりあるんですよね。怪しい部屋、例えば、はい、例えば
あの電磁波調査ってさっきやってるって申し上げましたけど、はい、ある時突然異常な数値を弾き出したりとかですね、はい、あと聞こえている音、まあ、現場で自分で聞こえている音が、はい、実際カメラだとか録音のその機材に入ってなかったりとか、うんうん、それはおかしいですね、はい、であとちょっと変な部屋に入ると、はい、これ2008年の話なんですけど、うん、お札の部屋、うん、お札の部屋ね、まあまあ、はい、たまにありますよね。救急の律令とかね、バーンと貼ったり、ね、はいはい、してますね。あの100箇所ぐらい貼ってある部屋があったんですよ。100箇所はおかしいですね、はい、しかも鍵が設置されていない部屋なのに、はい、自分が行った時だけ鍵が設置されてて、はい、開かずの間の中に入っちゃったっていう経験があるんですね。何それ、何それ、何それ、よく分からないことが起きたんですよ、はあはあ、でその部屋の匂いが実は鼻についてて、はい、あんまり入っちゃいけないんだろうなっていう部屋に入ると、はい、その匂いがするんですよ。ほう、匂い、はい、あ、なんかまあそういう感じる人とかは匂いってよう言いますけどね。あの不動産限定なんですけど、不動産限定の、その入った時にする匂いっていうなんかあるんですね。あって、それがやっぱりする部屋は、はい、例えばその退去理由っていうのが、うん、病気になったから住んでられないとか、うん、事故にあったからもう実家に戻んなきゃいけないとか、はい、あとちょっと離婚したからもういらないってファミリータイプの部屋なんですけど、はい、なんか変なことが多いから、うん、でちょっとあの自殺も起きちゃったんですよ。あ、ちょっと見に来てって言われて行ったところで、はい、いろいろこう部屋の中回るんですけど、はい、キッチンでその匂いがしたんですよ、うん、へー、おかしいと思って、はい、でシステムキッチンなんで、はい、まあ、三口のガスコンロだとか広めのシンクだとかってこう、うん、あとはあの収納、うん、シンク下の収納とか見るんですけど、はい、引き出しも分け何もないんですけど、ただ1階部分だったんで、はい、床下収納があったんですよ。で床下収納って、うん、例えばお米だとか保存食だとか、うん、あの例えば梅酒だとかつける方は置いたりするんですけど、うん、そうですね、あの受けっていうかそのプラスチックの部分、はい、あれ外れるんですよ。はははで何もないのに匂いがすごいおかしいなと思って、はい、受けを外して中を見たら、はい、うん、井戸があったりとか。え、そ、閉じずに、はい、あ、まあ、閉じずにっていうか逆に何も供養とかお清めしないまま埋められてる井戸です。あー、そっか、いやそれよう聞きますよね、はい、で井戸は特にやっぱりこうちゃんとやった方がいいって、あの不動産の人とか建築業の方も結構それ気をつけてるって聞いたんですよ。そうですね、あ、それをやってないってこと、はい、井戸とか祠とか僕も気にして、まあ、地鎮祭とかするときに新築だとかで井戸も実はお清めするときに、うん、あのしっかりと櫓みたいなものを建ててやったりもするんですけど、多分何もやってないっていう、そのまんまでとりあえず建てたってこと、はい、しかもそこの井戸の極陽お清め、はい、あの神主さんに断られるっていうですね。ええ、なんで、なんで、それはそのままにしておきなさいっていう。え、なんで神主さんも嫌やったんかな。いや、もうあの地元の氏神様を祀っている神社の神主さん、まあ、宮司さんと神主さんに言われてるんで、はいはい、その人たちじゃあその井戸が何かちょっと知ってんじゃいますと思います。だからで触りたくないってこと、はい、で新しくこれ建物を買ったオーナーなんで、はい、そんな言われなんて全然知らなかったわけですよ。そうやわ。で変な部屋があるから見てに来てくれって言ったらそんなの出てきて、でいろいろ調べ回ってたら触るなって言われたりですね。そなんすかね、買うときにあれちょっと安いなとかやったんですかね。あのその部屋調べたら、はい、ないことになってるんですよ。え、運用しないでくださいっていう。え、マジっすか。でも部屋がしっかりあるんで、はい、オーナーさんとしては運用したいじゃないですか。ああ、そうですよね。で前の方が入れた入居者さんが亡くなっちゃったんです、はい、引き継いだあの入居者さんが亡くなっちゃったんで、この部屋なんかあるって聞いたけどやっぱりあるんだみたいな。はあ、その方ってまだ住んでるんですかね。あの亡くなった方はもういなくなって、はい、で空き室になって、はい、で調査に入ってくれって言って行ったんですけど、はい、そういう状況があるんで、はい、あの調査どうしますってオーナーさんに聞いたんですけど、はい、あの小玉さんにちょっと何かあるかもしれないし、はい、あったら嫌だから、はい、ちゃんとお清めご供養してからやってねっていうところで止まってる。いや、それはでもお清めする前に行きたいですよね、どっちか言うと。あのそうですね、ただ匂いがしてるんで あんまりあの積極的に行きたくないなっていうのが小玉さん自身もあのまずいんですよね。あんまりいいことない、その匂いがした部屋っていうのは。なんかやっぱこのなんですかね、全部こう取捨選択というか、もうちゃんとこう理論立ててやる人がそれ言われたらちょっと僕もうわーってなりますわ。もしでもやるんだったら
あの通常一人で、はい、あの8時間深夜帯調査するんですけど、はい、オーナーさん来てもらわないとダメかもしれないですね。それか、はい、あのオカルトコレクター田中俊之っていう人がいる、あの人一人で行かしても全然いいですけどね、はい、ぜひぜひ一緒にそうですか、わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、ちょっとあの次ね、なんか児玉さんがやっぱ結構強烈な体験もされてるっていうことなんで、ちょっと次それをお話聞いてもいいですか。ぜひ、はい、ありがとうございます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。